ヤギ座の皆さん、こんにちは。夏希です。これからタロットのリーディングチャンネルをやっていこうと思うんですけれども、そのうちね、星の動きも合わせて、運気をお伝えできたらなと思ってるんですが、星の方はちょっとまだ準備が整っていないので、ひとまずリーディングだけで進めていこうと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。では、やっていきたいと思います。はい、ではカードが出揃いましたので順番に見ていこうと思います。私は正位置と逆位置を読みますので、ひとまず、カードのシャッフルを、ノーカットで入れてるんですけれども、リーディングから見たいという方はタイムスタンプを毎回ご用意しますので、好きなところから見てください。はい、ではヤギ座さんの7月後半の運勢ですね。まず現状を見た後に全体的な総合運と仕事運、恋愛、人間関係の順番に、掘り下げていこうと思います。はい、ではまず現状ですね。
おお、また強いカードが出てますね。今こう社会的にというか、自分の中でこうはっきり物事が、決まったり話がついたりして、まあ、そのね、ちょっと傷ついた心みたいなものとか、モヤモヤしていたものとか、これこの後どうなるんだろうなっていう気持ちがちょっと晴れて、今少しすっきりした気持ちでいらっしゃる方が多いんじゃないでしょうか。この前がね、ちょっとリーディングしてないのでわからないですけど、少しなんか、まあ、長期的に大変なことがあったりとか、問題がなかなか解決しなくって、ずっとこういつもねしこりを抱えているような感じで過ごされていた方もいらっしゃったのかなってちょっと見受けられるんですけれども、まあ、そのね流れがちょっといろいろ大変だったような気もしますし、精神的にも体力的にもちょっと浪費されたのかなと思いますけれども、それがやっとねこう型がついてというか、なんかこう自分の納得のいくところに落ち着くところに落ち着いて、まあ、それによってね、まあ、結果もしかりかもしれないですけど、ヤギ座さん自身の今の状況っていうのがとても晴れやかというか、すっきりした気持ちに今なっているんじゃないかなと思います。いいですね、こうなんかちょっと仕切り直しじゃないですけど、そんな感じでこの後迎えられるといいなと思いますね。こうちょっと何があったかは、わからないですが、今とてもこうねいい状態な気がするので、この後ちょっと楽しみですね。では7月後半の、総合運全体ですね。すごいペンタクルのカードが全て3枚ですね。しかもページが、まあ、正位置と逆位置ですけど2つ出てます。同じカードが2つ出てるんですよね。やっぱそれに今のね少しすっきりした状態によって、また新たな物事とか、ヤギ座さんなりの、価値観とかが、再構築していくような気がしますし、今手に入れてる新しいきっかけとか、こういうことをやりだしてみようかなとか、まあ今の状況、今までの状況においてやっぱりこういうことが大事だなとか、そういうものがまた気づきがね得れるような2週間になっていきそうな気がします。まあ、そのちょっと少し光ったダイヤの原石のような、きっかけとか価値によって見えなくなってしまうものもあるかもしれないんですけど、まあそのね光ったきっかけにが素晴らしいものであったとしても、まあ、そもそものそのヤギ座さんの持っている感覚とか価値とか今までの経験とか、まあ、そういうものを忘れないでねっていうふうに言われてますね。こう堅実で着実に一歩一歩進んでいくタイプの星座さんなので、真面目にね物事に向き合っていける方たちが多いと思うんですけれども、まあねちょっとこうそれに集中しすぎちゃって、まあ、自分をちょっと犠牲にするようなこととかがもしかしたらあるかもしれないですけど、まあ、自分自身の価値あってのやっぱりヤギ座さんなので、まあ、どんなにこうきらびやかなものとかすごくいいきっかけにこの2週間恵まれたとしても、自分自身のそのね感覚とか価値っていうのは忘れないようにしてほしいなと思います。ちょっとオラクルカードからメッセージをもらいたいやってみたいと思いますね。はい、エナジーいいですね。やっぱりこう新たなことがヤギ座さんにまたパワーをくれそうな気がしますね。いいきっかけとなり、それがこうエンジンというか活力になっていきそうな感じがします。ちょっとどんなことが起こるのか聞いてみたいと思いますね。まだ気づかないぐらいの水面下、潜在意識下での価値かもしれないですけど、この小さなきっかけっていうものが価値、どんなものなのか聞いてみたいと思います。
すごい豊かなカードが出てきました。いいですね、カップの10です。やっぱりこうこれからのね、感情の豊かさみたいのにつながっていくと思うんですよね。こう仕事とか、物質的な価値というかお金になるようなことかもしれないですけど、それによってやっぱりヤギ座さん自身の心が豊かになっていく。それもこうもしかしたら自分一人だけじゃない、ご家族かもしれないし、周りの方かもしれないし、みんなで一緒に豊かになれるような、そんな感情をに到達させてくれるような何かが起こるような気がします。いいですね、こうなんかいいきっかけが何かこの2週間であるといいなと思います。はい、では仕事運を振り下げていきますね。また仕事運もいいですね。何かすごく大変だったような気がします。現状のカードを見るとなんかすごくやっぱりね、堅実にいろいろ一歩一歩着実に問題を解決して、こうね、辛い仕事もこう辛い精神状況もやっぱりこう高い山を登ってやっと眺望が見えたというようなところにいるのかなと思います。そう、仕事もすごくいいので、仕事も、とてもいいです。ここの2週間こうやっとこうね、今はまだ自分が思う形ではないかもしれないですけど、すごく豊かで、こういう一個の区切りもあるかとか、自分が満足、ここまで満足できたならいいかな、ちょっとここはもう少しやりたかったけど、ここまでだったら全然 OK みたいな感じの、気持ちになっていけそうです。まだね、これからまたいろんなことがあるとは思うんですけれども、今の感情によって、しかもそれをこうなんかね、こう楽しみながら到達していけるような感じがします。新しいこともこれからまだまだできますし、それにまだお気づきになられてないとか、まだまだ自分がこういうところが足りないからちょっと次のフェーズにはいけないなって思ってるかもしれないですけど、もともともうご自身が思ってるよりもご自身はいろんなことができて、いろんな知識があって、いろんな引き出しがきっと今終わりなんですよ。なので次に行きたいこととか、またステージアップ、キャリアアップ、次に挑戦したいことっていうのにも、もう行く準備は整ってますよっていう感じがします。このあと2週間はもうね、目標達成できるようなすごくいい流れが来ると思います。いいですね。ちょっと補足をもらってみたいと思いますね。いいですね、エンプレスです。やっぱりそう、タロットカードって黄色がすごくいい色なんですけど、こちらのね、荘厳のものから見ても黄色がとても豊かに出ていて、すごく充実しそうな2週間ですね。やっぱりいい結果にたどり着く2週間だと思います、お仕事。それによってやっぱりまだ新たな挑戦はできないなとか、ちょっと時間的に無理だなとか、時期的に無理だなとか、そういう感じかもしれないですけど、ここ2週間で、到達できるものに関してはすごく心が豊かになれると思います。いいですね、まずはそれを存分に味わってください。この先のこととかいろいろ考えるかもしれないですけど、まずはここまで来れたっていう、その豊かさを存分に感じる。そうすることでね、またそのエネルギーを自分の中に溜め込むようにしていただけると、また次自分がやりたいこととか、挑戦したいことに立ち向かっていける準備が整うと思います。いいですね、これからも応援してます。では、恋愛人間関係を最後に見ていきますね。恋愛人間関係、そうですね、ここでも結構、ここ人間関係のことだったんですかね。なんかとっても大変だった感じがします。でもね、その、カップルの方、それから、お相手いらっしゃらない方とか、
探してる方もちょっとそのね、もう辛い時期は終わるよっていう感じがします。それでいてね、またこう新たに自分が、まあ、辛い時期を乗り越えて次のことを進めていくにあたって、新たな決心もつきそうですし、覚悟というか、まあ、カップルの方だったら、まあ、一回ねちょっと大きなトラブルを乗り越えて、まあ、ここだけは譲れないなって思ったりとか、まあ、私は絶対こうしていくんだみたいな、何かですね、こう強い覚悟というか決心みたいのが、伝わってきますね。それによってこうなんか他の人の力は借りないっていう感じがします。やっぱりこう自分が決めていくことに対して自分で信じていく、そんな感じがしますね。もしかしたらまあね、カップルの方とかお別れを選んだ方もいらっしゃるかもしれないですし、まあ、それによってねやっぱり私はこういう人と付き合っていきたいっていうのもそうですし、まあ、ご夫婦の方だったら、まあ、一度揉め事が一応解決してやっぱりこういうルールは作っていこうよとか、そういう生活をね少し整えるための決まり事を作ったりとか、やっぱりどうしてもこういうところは譲れないから、ここはお互い理解し合おうとか、そういう風にねちょっと整えられる時期になりそうですね。そう、お相手パートナーさんいらっしゃらない方は、まあ、少し意中の方、まあ、諦めたりとか少し合わなくなったり、やっぱりこの人じゃないなって一旦ちょっと関係を終わらせた後です、後に、まあ、すぐにねちょっと出会いはないかもしれないですけど、まあ自分の中でこだわりたい条件だったり、お相手として自分がこういう人がいいっていうのが、まあちょっと浮き彫りになったっていうんですかね、そんな感じがしますね。あとはちょっとまあそういうタイミングだからこそ言い寄ってくる人とか縁があるような人にまあちょっとね警戒するっていう心も今は必要なのかなと思います。そういう人がもしかしたら現れてくるかもしれないので、少しちょっと警戒して自分の意思を大事にするっていうところが大切かなと思います。ちょっとオラクルカードにメッセージをもらいますね。サクセス。そうですね、やっぱりこの後成功していくために自分の気持ちを少し整える期間なのかもしれないです。まあ、そのね決め事とか新たに作ったルールとかによって、まあ、生活は豊かになったり、いろんなことがこうね成功に導くような感じがしますし、お相手いらっしゃらない方お持ちの方は、まあ、そういう自分の警戒心とか、これは自分こういうことに関しては自分は絶対大事にしたいっていうものが、まあ、より良い2人を引き合わせてくれたりとか、いい判断材料になって、本当にね結ばれたい人と結ばれる成功へのね道になっていくと思います。自分と向き合って、内省することがすごく大事だと思うので、まあね、ちょっとたくさん考えることがあったりして落ち着かないかもしれないし、ちょっと物事がねすぐには進まないかもしれないですけど、この考える期間ぜひ大事にしてみてください。はい、では最後に7月後半のヤギ座さんに向けて、このちょっと絵柄が可愛い別のオラクルカードがありますので、こちらから1枚もらってみたいと思います。綺麗なカードですね。サイクルオブチェンジ。おお、サイクルをチェンジする、いいですね。今なんかすごく切り替わってそうなヤギ座さんなので、今このフェーズすごく大事な気がします。
ニュービギニングスってこう補足で書いてあるので、新しい始まりですね。まあ、人間関係もそうかもしれないですし、やっぱりこう新しくまた始めるっていうこのサイクルオブチェンジ、この期間すごく大事な気がします。でもね、お仕事とかはいいので、やっぱりまあ良かったこととか、自分が成功したこと、それから自分が嬉しかった気持ちとかはぐっと自分の中にも溜め込んで、また新たに挑戦していくことだったり、少し辛いことでもたくさんたくさん試行して、またこう新しくね良い生活を始められるために、ここでね少しちょっと切り替えるんだっていう気持ち大事にしてみてください。はい、ではちょっと初めてで拙い解説で申し訳なかったですけど、いかがだったでしょうか。ご覧いただきありがとうございます。この後は、月に2回こうやってまた星座さんの配信をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。7月後半のヤギ座さんね、とてもこう切り替えのいい時期になりそうなので応援しております。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。ありがとうございました。